今気づいたんですけど、水晶山通り越してきちゃったみたいなんで戻ります。どこだったの水晶山。プンです。今日は武蔵横手駅に来ました。ここから愛宕山、水晶山、深沢山、小野見山、高差山、日和田山を歩いていきたいと思います。今日の最大の目的は、風の便りで今まで立ち入り禁止だった高差山が登れるようになったらしいので行ってみたいと思います。楽しみです。それでは出発します。これから登る愛宕山、水晶山、深沢山なんですが、私は愛宕山、水晶山、深沢山なんですけれども、私は初めて登る、このルートを登るんですけれども、山のすすめで愛宕山、水晶山は来ているみたいなんで楽しみです。長念寺、愛宕山となってます。こちらの方に向かっていきます。愛宕山向かっていきましょう。立派なお寺ですね、長念寺は。こちら長念寺です。とても立派なお寺です。愛宕山、水晶山向かっていきます。愛宕山と水晶山は山のすすめで来てるみたいなんですよね。楽しみですね。今日は天気が一日曇りなんですよね。雨に降られなければいいなと思ってるんですけれども、どうですかね。まだ少し紅葉が残ってるって感じですかね。あれ、そこもしかして愛宕山かも。もうついちゃったのかな。そういうこと。愛宕山250m、到着しました。愛宕山山頂からの景色です。綺麗です。今日は曇ってて残念ですが、富士山が見られません。それでは水晶山、深沢山を目指していきます。愛宕山からどんどん今下ってる最中です。鉄塔が見えてきました。鉄塔の脇を通過して水晶山、深沢山目指します。裏白シダと書いてあります。こちらですかね。裏白シダ、裏白シダです。裏白シダ群生となってます。あちらにあるシダですかね、もじゃもじゃと。裏白シダですかね。今気づいたんですけど、水晶山通り越してきちゃったみたいなんで戻ります。どこだったの水晶山。山頂標識あったとあると思うんですけどね。頑張ります。水晶山までやけに長いなと思ったんですよね。たまにやるんですよね、私通り越しちゃうの。もしかしてこの今度さっきまで下ったんですけど、登ってるんですが、登った上らへんが水晶山ですかね。位置的にはきっと何をやってる
けど、いました、水晶山266メートルです。ありました、よかったです。山のすすめの葵ちゃんたちは豆粒ぐらいの水晶を見つけるみたいなんですけど、こういうものですかね、どうなんだろう。山のすすめの葵ちゃんたちはここで下山をするとのことでした。私は今日の最大目標の高差し山目指していくんで、それではまた頑張っていきましょう。さっき来た道なんですけどね、頑張らねば。ちょっとロスしちゃったんでね、では頑張ります。先ほどの間違えてきた、先に来ちゃったとこまでやってきました。ここ前の登り結構きつかった。今日とても寒い日なんですけど、もう汗だくです。暑い。本山、こちら少し急登になってます。深沢山には西方と東方があります。まずは西方、これ下るんですね。ちょっと頑張っていきましょう。紅葉が綺麗です。じゃあ深沢山西方向かってます。深沢山西方 313.1メートル、イエーイ。休憩しよう、疲れた。はあ、紅葉が綺麗です。それでは深沢山の東方目指していきたいと思います。先ほどの分岐のところまで戻ってきました。それでは深沢山の東方目指していきます。深沢山東方ですね、350メートルです。ウェルカーム。紅葉が綺麗ですね。それでは深沢山を出発したいと思います。湯ヶ手土山方面に向かっていきます。深沢峠到着です。ここが深沢峠です。それでは前に進んでいきましょう。この道標も新しいです。高差山山頂、イエーイ、嬉しいです。行ってきました。やったね。その10月1日って書いてありました。あ、そう、じゃあもう行ってください。